自動販売機で通常の飲料と一緒に販売されているおでん缶おでん缶とはおでんを内容物とした缶詰であるおでん缶に入っているおでんの具には以下のようなものがある通常のおでんとの大きな差異はないが豆腐のような崩れやすいものやうずらではない通常の鶏卵などを缶に入れるのが難しいものは避けられる傾向にあるなおおてんちゃんなどの自動販売機非対応品を除いて 通常はそのまま食べられるように一品、大抵はこんにゃくに串が刺されている。串が入っていないものは、爪楊枝を添付して販売されていることもある。スーパーマーケット、ホームセンターなどで販売されており、非常食コーナーなどで見かけることもある。かつては、全国チェーンのスーパーマーケットや、コンビニエンスストアで販売されていることは少なく、主な販売ルートは、 地元系列のスーパーマーケット、酒屋、食品を扱う雑貨店、自動販売機、通信販売などだった。また、著名になってからは、秋葉原の一部家電量販店や、バラエティグッズショップでも販売されている。それほど数は多くないが、自動販売機で通常の飲料と一緒に売られていることがある。ただし、飲料メーカーが管理する自動販売機で売られることは稀で、 多くの場合、管理している商店が自由にアイテムを選択できるものに入っている。古典具製造元の天狗缶詰や、調子風おでん製造元のシダ缶詰の公式サイトを、はじめ、ネット上にある多数の通信販売サイトで注文、購入ができる。自動販売機の古典具おでん2006年2月、秋葉原駅付近日本最大の電気街である、秋葉原は、 おでん缶の存在を全国に知らしめた地と言われている。ただし、最初に、秋葉原で販売されたおでん缶の製造元である、天狗缶詰は、名古屋の会社で、秋葉原と縁があるわけではない。現在では、名古屋の電気街である大須アメ横内の自販機でも、購入可能だが、見かけるようになったのは広く知られるようになって、以降である。おでん缶を自動販売機で、 最初期に販売していた会社の一つとして、当時浦安市に本社を置いており、その後カゴメの100%子会社となった東京職域販売がある。東京職域販売社長と天狗缶詰社長が親戚という関係で1980年代に、当時の社長が天狗缶詰に依頼し、つくらせ、横浜などの工場地帯を中心に販売していた。それから遅れること数年後、 主に東芝製のコンピュータ部品を販売している秩父電機が天狗缶詰の製品を1990年代初頭より販売を始めたのが秋葉原におけるお電缶の講師とされている。同店は1980年代後半に天外の軒下に缶入り飲料の自動販売機を設置したが毎年季節が冬に近づくにつれて自動販売機の売り上げが落ちるのに対応するため おでん感をラインナップに加えた。これが一部のゲーム雑誌などで、ここでしか売られていない、隠れた秋葉原の名物として散発的に取り上げられ、マニア層を中心に徐々に知名度を高め、定着していった。その理由としてはいくつかの説があり、等が言われるが、はっきりとしたことは分かっていない。秩父電気での販売が90年代末頃から、テレビの報道番組や、バラエティ番組で、 秋葉原の知られざる名物として取り上げられることが多くなった。たまたま近くに購入できる場がなかったために、その存在を知らなかった地方からの観光客が手軽な秋葉原見上げとして購入するケースが増えてきており、自販機前で記念写真撮影をする観光客も多い。現在では月に1000万円を売り上げる人気商品となり、同店では自販機とは別に、 お土産用に温めていないものや、贈答用、発送用にするため、段ボールにまとめて梱包したものも、店頭販売している。2005年のつくばエクスプレス開通とヨドバシ場、開店の際は、一時期に、複数の番組で取り上げられたこともあり、天狗缶詰製品が極端な品薄状態になった。その影響もあってか、 天狗缶詰以外の様々なメーカーによるおでん缶が秋葉原で扱われるようになった。取り扱い店も増えてきている。また、焼き鳥缶やラーメン缶などの様々な食品の缶詰が出ると、真っ先に秋葉原の商店で扱われるようになった。突起なき限り、価格は2006年10月時点のもの。特定の店舗網でしか売られていないものも夏季に含む。 缶詰一筋89年、秋葉名物、おでん缶の歴史と進化。ありがとうございます。